次郎は、日本の実業家。AT&T のアジア太平洋地域プレジデントや、ウィルコム代表取締役社長、SAP ジャパン代表取締役社長、電気通信事業者協会副会長などを歴任した、東京都出身。茨城大学教育学部附属中学校、茨城県立三戸第一高等学校を経て、1978年、 東京工業大学理学部応用物理学科卒業、日本 IBM 入社。1991年、米国 IBM 本社国際ビジネス戦略、コンサルタント。1998年日本 IBM、ネットワークサービス事業部長。1999年、AT&T グローバル、サービス代表取締役社長。2001年 AT&T アジアパシフィックプレジデント。 日本 AT&T 代表取締役社長。2003年日本テレコム専務執行役、戦略企画本部長。2004年日本テレコム取締役執行役、副社長。2005年ウィルコム代表取締役社長。2006年電気通信事業者協会副会長。2007年に SAP ジャパン代表取締役社長。 2008年京都情報大学院、大学アドバイザー委員。2010年ワークスアプリケーションズ最高顧問。2011年イグレック取締役会長。2012年東京工業、大学大学院生命理工学研究科、非常勤講師。2015年、内閣サイバーセキュリティセンター情報セキュリティ指導、専門官、ワークスアプリケーションズ取締役最高顧問。 2016年イグレック取締役理事。2017年、ワークスアプリケーションズ副社長執行役員、アルフレッサホールディングス取締役。2018年、ワークスアプリケーションズ取締役、副社長、内閣不規制改革推進会議行政手続き、部会専門委員、経済産業省デジタルトランスフォーメーションに向けた、研究会委員。 2019年内閣府規制改革推進会議デジタルガバメントワーキンググループ委員ありがとうございます